もう少し待てば暖かくなりますかね。雪もちょっとちらついたりして、なんかん。今年は本当に。に 健康は大丈夫ですかこの前ちょっと人間ドック行って私たちフリーなんでねサラリーマンの方々羨ましいなと思うのはまあ我々は本当に自分で行かない限りり自分で管理してくださいってお話なんですけど人間ドック行った人検査してまだ追加でねあ後で送られてくるものもあるんですけどまあとりあえず当日の検査に関しては一応 OK ということですね先生に言われたことは「痩せろ」とこの数値だけでもこれはあとあといろいろ出てくるから「痩せろ」と。 端末にもついてるしまあねそうなんですけどねでもまあでも痩せるためには歩くだけじゃなくてやっぱり実は食べる量を減らさなきゃいけないそうなんで計画書関係者の方で一人ライターさんですんごい痩せた方がいらっしゃるんでどうしたのっていうような人が一人いらっしゃるんですけどあのその方に教えを請こうと頑張って今年は痩せられるといいなといまましししたね楽みにてす希望的観測。 ローリ高い機能、携帯しようぜ今回ご紹介する端末は AU アルバーノ・バローネまずはじめにスペックから紹介していきましょう サイズは高さ 108mm 幅 50mm 厚さ 16.3mm 重さおよそ 129g3.0 インチフルワイド VGA 液晶 480×854 ドットがメイン。サブはインチ 有機 EL ディスプレイ 128×36 ドットオートフォーカス対応有効514万画素カメラマイクロ SDHC メモリーカードとなっております使いやすくてかっこいい大人携帯がなんとソニーエリクソンから登場しましたソニーファン必見かも携帯ピックアップです、はい、こちらの端末です au のアルバーノ・バローネでございます、はい、カラーは三色です こちらラグジュアリーオリーブプレミアムブラックそしてグレイスフルピンクと。アルバーノというね、はいえー、端末がえっ、ー、と2008年かなはい、はい、お昨年になりますけどもど、ね、あのも<う>発売されて、はいえー、まあ出てたものがありますけどまあ実はその後継モデル、うん、まあ名前も引き継いでますけども、はい、今度はまあ バローネと、はい、新しい名前がさらに追加されて「<laughs> はい、アルバのバローネ」というのも、えー、出てきましたということで、はい、今回はこれをご紹介したいと思います、はい、はい、いた感じもねなんかな、ね、か、はい、綺麗なんですけども、はい、まあ裏側もこんな感じで、まあ、こ,うこっち向きかな。こう だから、まあまあ、このソ,ソニーエリクソンのロゴとマークもついてますし、はいはい、みたいな感じでソニ,、まあ、ソニーらしいというものなんですけどえと従来の、えー、とアルバムはシャープがまあ開発を担当していて、はい、今回は、えーまあ、この後ろでも分かりますソニーエリクソンがやっているということなんですけどもう、はい、実は、まあまあ、同じジャンルっつあれなんですけどもどこまで言うと楽々方法も最初ほらパナソニックがやっていたけども。 今は富士通だしみたいなキッズ形態も違うとこでしたけどいろんなところはそういうのやるんでそういう意味ではアルバーノというのは要するにシニアっていうにはあれだけども英語でいうと簡単形態どこもでいうと楽々本に行かない年代だ僕ぐらいの年代40代50代の人一応ターゲットということで作ってますそう言いつつですね今回のこのアルバーノバラードまはいろいろちょっとソニーションをやってるってことも多少絡むんですが。 え一応開発時の,そのまあテーマというかんとなくイメージしたものとして僕ぐらいの年代の写真ってまあだってソニーを見てまあこう割とこう育った人が多いで,でまあリアルな話を言うとつい先日もね僕のお知り合いの方がえっと娘さんかなんかが高校に合格したそうで,でおめでとうございますって話なんですけども高校に合格してえっとお祝いに携帯電話を買ってあげるって話だったそうなんですよ。その時に 僕とあと携帯誌の編集長もちょっとやり取りをしたんですけど僕はちなみに高校の時確かね僕はた初代ウォークマンなんですよ。で僕の携帯その編集長は実はその当時の速さパソコンを買ってもらったそうなんですけどもそれもかなり豪勢の話だと思うんですがそういう時代もあって僕なんかやっぱりソニーっていうのは結構一つのブランドとしてやっぱり強いだろうって思って結構そういうのはソニーのテイストっていうのはかなり活かして生かしてそういう意味はソニーの製品のイメージらしいと ものをうまくここに盛り込んで作ってる例えばまあその今も話しうとこのね、うん、まあ仕上がりのいいボディとかこういうとこもそうなんですけど象徴、うん、的なこれあの僕も原稿でもちょっと書いてたこのね、はい、ヒンジのこれこれか、はい、これこょ、はい、これあの実はですねこうやって見てもらうとわかるかなみたいな感じでこれは僕の個人的に持ってるバイオなんですけどもこんな感じ。 <あ>本当だ、ねね、これは僕の場合はもうちょっと古いんですけども実は最新のモデルだともうここのそのヒンジの部分っていうのがメタルのパーツになってたりして <laughs>、まあ、ま,まさに同じようなテイストになっているんですけども<ー>そういう形でかなりそのクオリティの高いデザインっていうのを、はい、まあ 意識してて作られていますい、はい、それからもう一つはアルバーノってまあ今もお話ししたと思うんですけども、うん、その要するにまあ40代50代シニアかなぐらいの人たちのところを狙ってるんでそういう意味ではちょっと使いやすい方がいいでしょう、うん、かといって楽々本みたいに123はそれはねえだろうみたいないかにもみたいな分、ね、かんない人向けの携帯ではなくて、うん、大人向けの携帯っていう意味で作られてるんでそれでもやっぱり使いやすさをまあ配慮してあるということで、はい、例えばこのボタン。 えまあ今時の携帯って大概あのなんかこうシートキーで横と横の継ぎ目もなかったりしてもうまあちょっとどうかなと思うのも結構あったりするんですがちゃんとあの独立キーで,ですね押しやすいしかもこの触った感じも キーのトップはねこれちょっとなかなか映像だと分かりにくいんですけどキーのトップは少しこうマットな感じなんだけど周りはちょっとそのグロスというかツルツルな感じなんですよだから手に持ってこうやってボタンで押して触ってる時に何となくこの差がよく分かる押しやすく判別もしやすいということでなかなかよくできてるなとそれからもう一つはキーの部分もこれあのちょっと暗くしてもらったでよく分かるんですけどキーのこの LED の光るところもですね実は結構 明るくてしかかもも文字ででいいいん非常に視認性がとだからもう実際こうやって見てても僕は全然さっきの健康診断の話じゃないですけど僕は目はまだ平気なんですけどもそういう意味ではちょっとこうしちゃうお父さんでも多分全然大丈夫というぐらいの視認性の良さですとあとはそうですね高い音がやっぱりちょっと聞きづらかったりすることがあるんで高音域をちょっと補正するような聞きやすいモードってのも入ってますし日本語入力も実は前からそうなんですけど PO ボックス3点。 E、というのが入ってますけどうん、うん、これは予測変換とかでちょっと変わったので言うと面白いなと思ったんですけど、はい、これは、えー、例えば日本語を入力していてですねメールの入力画面ですがここでびっくりマーク。うん 入れますよねうま、はい、く,りく繰り返していきたいなと思ったら右方向をしてもらうとですね続けてガーンと入るんですよ、はいはい、普通だとほらなんか記号を選んで連続とか選んで連続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 ,連続となてそのまま入力した状態で右右右右っていい、ね、非常に分かりやすい、はい、こういうその細かい部分の使い勝手も非常によく考えられてるんで、うん、この,のうまいかなとそれからあとはまあダウンロード辞書も「プレイナウっていうソニエクソンのサイトがあるんですがそこからダウンロードしてくるんですが実はダウンロード辞書も100種類以上ある、うん、それぞれの業種に応じて合わせて使うことができるのも便利でしょう なるほど。 それからさっきの話ですけと痩せましょう痩せる人のためにですここにちゃんとマインウォークというアプリが付いてます。おけのアプリなんですけどお酒もただカウントするだけじゃ面白くないっていうのもあるんですがステップカウンターという標準のこのメインの方はですね簡単に言うと毎日の歩数をカウントできるんですがちゃんと体重とか身長とか入れておくとどれぐらいカロリー消費しましたとかそういうのも含めて管理ができますで痩せるほうには合ってるということなんですがこれだけじゃ面白くないだろうってんでこれちょっとね僕やりすぎじゃないかなって気もしなくはないんですが。 シルこれ何かっていうと NHK 特殊のシルクロードっていうのがあったんですけど中国の西安西安というのが西安というわけですね中央西安ですけども西安からイタリアのローマまでの一応シルクロード1万何千キロかあるんですけど自分の歩数によって疑似体験できるルートが用意されてる他社の例えば楽々本とかもほかもそうなんですけども東海道53次歩くとか四国の88カ所お遍路歩くとかいろいろありますけどそれをもうちょっと違うバージョンでやりましょうっていう シルクロードかなり長いなって気がするんですが途中でまあ一応その要所要所で意味どころのその映像も見れたりするんでそういう意味ではまあ楽しんで歩けるかなと思いますとそしてまああのもう一つはこれはブルーーレレイディスクコダあの他の機種でもね一部サポートしてますけれどもブルーレイディスクレコーダーの連携ができましてただし一応まあソニックスの端末なんでソニーのブルーレイディスクレコーダーの お出かけ転送を使ってここへ転送ソでる、えー、デジの番組とか録画した番組を、はいえー、ここに、えー、転送して続きをここで見ることができるソニーの、えー、レコーダーとこれの組み合わせで嬉しいのは、うん、録画で転送できるのが実はこれはあの放送波の方の制限の問題もちょっと別個にあるんだけれども。はい 地上デジタル放送だけではなくて、うん、他の放送例えばスカパーとかも一部録画したものを転送できるそうなのでそういう意味では、えー、かなり利用範囲は広いのかなとあとは、えーとまあ、ブラビア、ねうん、テレビの方のブラビアとの連携もあって、うん、ブラビアポストカードこれは前からやってますけれども、はい、ここで撮った写真を、えー、ネットにつながっているブラビアに送れば、うんえー、そこに写真が出せると例えば実家がブラビアであれば撮った子供の写真をおじいちゃんおばあちゃんのところに送るのにフォトフレームなんかいらないわけでしょ。 ちゃううっていうのはなかなかいいのははなななかかかと、うん、でカメラはそうなんですよ、うん、そこら辺がですねで結構ちょっと、はい、まあ一応あのもうすでにあの、うん、出てる端末その n e x さんといえば、まあうん、サイバーショットとかありますけど、うん、これは実は5メガな,、ね、なるほど8メガのサイバーショットがあったりするんで、はい、そういう意味ではちょっとうん もう一つ言っちゃうとこのディスプレイも結構でかいんだけど、うん、実は3インチとか今って3.3とか3.2とか3.5とかもあったりするぐらいなんでちょっとどうかなって思うんですけどこれ一通り見ていくとですね、うん、あの気が付く人は気が付くと思うんですが、はいはい、この人はですね兄弟がいてですねそれは何かっつったんですね。うん 実はこれなんですねなんでこれ実はブラビアフォン U1 は要するにえと、まあ、防水でブラビアのペーストーを取り込んだものはい、はい、それを防水を外して大人っぽく仕上げるとこんな感じと、ね、だ内容的には実はこれで乗ってるものは大概こっち側にも乗ってる,と乗ってるこれいいけど、まあ、ちょっとこのこの防水は俺いらないけどちょっとこのデザインはちょっとっていう人はこっちみたいなところもあったりするんでるるまあそういう意味ではまあ あのスマートに持つっていうですね、まあ、ど,どっちを持つかっていうのはちょっと好みじゃない、うんまあ、そういう意味ではまあこれ実は兄弟モデルだと思って比較してもらうと割と選びやすいんじゃないかな、うんまあ、若い人はこっちみたいなちょっとお父さんはこっちみたいな感じのところで実は中身はほとんど変わらないみたいなところだと思います続いては指示書です三つ用意したけどそれくれはい えこれ隠れたおすすめ機能アルバーノバローロありますかそうですね割とあんまり隠すネタがないというかですね基本的に中の機能はさっきも言ったようにまああのこのブラビアフォン u 1と基本的に共通なんで防水がなくなったってだけの話あとはそんなに大きな違いはないのでただあの一ついいなと思うのは僕はやらないんだけどもえっとゴルフの人には結構いいかな。ソニーの契約してるあの プログルファーのはい、はい、上田ももこさんはい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 上田ももちゃんのももこなかチェンというのがですねあの英雄の携帯で中のほら <laughs> テーマとか全部丸ごと変えられないですけど <laughs> <で>ネーミングいいですねももこなかチェンというのが一応用意されてそれはあのプレゼントしてもらいただ,いた,だいていただけるそうなんですそれはまあ <laughs> はい、はい えっと上田文庫ファンの方はまあこれいいかなでいや俺はどっちかすると宮崎たのがいいかなとかなんか他の人がいいかな人のためにですね一応ええ有スマートスポーツゴルフ中チェンってのも用意されているそうなんでどちらかを選んでいただけるとねまあゴルフの人は結構それでいけるのかないやもうモラにターゲット入っただと思いますね中チェンはお金は一応かからないんでそこはまあ一応やっていただけるといいのかなって気はしますけれどももう一つはあとまあえっとアルバーノのユーザーだけってことじゃないんだけども一応アルバーノマガ メールマガジンもやってますんでもんでないでもう1個はソニールクソンなんで前レコーダーと買った人はその、はい、っていうのがありましたけど今回はですね、えっと、Bluetooth のですねワイヤレスステレオヘッドセット、うん、それからワイヤレスオーディオレシーバー。うん えあとヘッドホンでイヤホンマイクですね。を、はいはい、これらをこの携帯でを買った人がその、うん、ソニー・エリクソンのキャンペーン対象のブルートゥース製品を買ってもらうと、PayPay、うん、で四千円もしくは二千円のキャッシュバックがあるんでお買い得なんで、うん、これはあの買ってもらっちゃった方がいいかなって気がします。これはまあおすすめのポイントではないかなと思います。なんかこうなんていうんですかずっとおしゃれにやっぱり持っててほしいなって。 うにっだ、ね、ます、うん、僕的にはだからそういう中の部分まで頑張って作ってるのは偉いと思うんだけども前で申し上げますが JU、うん、の端末はやっぱり。うん ちょっとどれを開いてもまあなんか似た感じのものになっちゃってるんで、うん、そういう意味ではまあゴルフ中ちゃんとかで思いっきり中変えてもらった方がより楽しめるのかなという気がします、うん、でうちのパパはやっぱこの車もずっとこの色だからなるほどこの色とかそのまま持ってほしいなってやっぱ思う色をちゃんと持ってきてるからいいなとでピンクもあるからねお母さんはっち外とかね、はい、上手にあの持っていただけるとおしゃれかなとですね、はいと。はい。ということで、はい、ぜひ、えー、お店に行ってチェックしていただければと思いますはい 私たちも年に何回かは国際ローミング使うことがねやっぱりあるんですけど国際ローミングは何回も「ハウトゥーでね教えていただいてるんで今日は先一歩進んでですね国際ローミングをするのは当たり前でそのするに安全に使いたいというところ落としたり盗難はやっぱり心配なんですね。 たときに、あ、やべえ、これ、このまま持って帰ったら、どうしようみたいな。そうですね。危ないですよね。安全に使いたい。以前も、え、これバックナンバー見ていただくと分かるんです。が二千八年の七月に一回。ちょっと、ローミングの話はね、お話でご紹介してるんですが。ちょっと、一応おさらいしておくと、えっと、国際ローミングは、要するに。日本の携帯電話を海外に持っていくので、いろんな意味で、えっと、日本で適用されているメリットが。 ほぼななくります家族間の通話が無料ですよとかメールが無料ですよ当然ダメだしパケットの手額いわゆるパケ放題ダブルとかダブル手額の対象にもならないしそういう意味ではその割引は受けられない。さらにもうう一つ言と 僕が持ってるこの携帯電話を海外に持っていくんでゆきちゃんがここに電話して僕がここに電話した時は国内の通話だけども僕が海外に行った時は国内にかけたものを海外に転送するのでゆき、はい、ちゃんは国内の通話料だけど着信する側は国際電話の,その転送料を僕が受けるのに。はい 変わらなそういう意味では海外に行った時にあんまりたくさん電話かけられるのは実は転数料たくさんかかるんでやめてみたいな話になるんですよという話はこの辺はねもう分かってると思います。で一応そうですねまずまあ各社のサービスって一応ご紹介しておくとまあ一応ドコモさんはこういうパンフでねご利用ガイドブックやとワールドウィングやってました。au もこういう形で au の国際サービスというので中にそのグローバルパスポートの話こんなどこで使いますよみたいな話もくのってました。ソフトバンクさんもここううい形でれは料金とエリア なんですすけどもも、うん、こういういガイドブックをを世界対応形態のものをやってます、うん、気をつけなきゃいけないことは、うん、えっとそうですねソフトバンクとドコモに関しては 3G と GSM2、うん、種類両対応のものと 3G のみの対応のものがありますんで、はい、例えばまあこの機種なんかは N02B、うん、これなんかは 3GGSM 両対応なんで、はい、どっちの地域行っても使えるんだけど、うん、機種によっては 3G のみって場合もあるんでそれは 3G のエリアでしか使えないから、はい、自分の行き先が どっちが対応してるかっていうのをこういうものとかホームページとかでチェックしてもらうのは大事ということで一番気をつけなきゃいけないのはその盗難のところもあるんだけどもう一個注意しなきゃいけないのは使いすすぎですよね、うん、で日本にいる時と同じような格好でもう使っちゃう可能性があるんでそこは気をつけないといけないんですけどまず一つはメールなんかは基本的に選択受信そうですね。 あるいはもう海外いる間はメールは受けませんっていうのもありだと思いますでそういうのをまず設定を選択自身なんかに切り替えておくのが一つのポイントそれから iModel なんかのいわゆる情報サービス系で自分で i m o d e みたいに自分で見に行くものに関しては海外で利用するかしないか本人の設定なんだけども気をつけなきゃいけないのは iChannel とか i c o n s ェル e みたいに降ってくるやつですねこれはこれでまたちょっとお金もかかるんでこれは海外利用設定とのは個別にできますから i m o d e のサイトの中で海外利用設定という項目があるんでそこを設定してください。 関してはあるんですが、えーあのー、国際ローミングに自分が行ってる時、うん、要するに僕が海外に行ってますって、うん、ってる時に、えー、っと僕が行ってるってことをゆきちゃんが電話かけても分かるようにする方法があります、うんうん、っていうのはドコモなんかだと実はこの電話は国際ローミング中です転送しますみたいなアナウンスが流れる。 っていうのもあるんで、まあ、それを設定しておくと、ええ、まあ、気を遣う場合もあると思うんで、まあ、それでもよし、じゃ、かけてやるっていう人もいるかもしれないけど、それは。まあ、お仕事とか、ね日頃の行いもあると思う。じゃ、まあ、そんな話はいいとして、一番大事な話。じゃ、あ安全に使う。で、何が安全なのかって話なんですけど、携帯の中に入ってる、まあ、ええ。u. C. M. カード、いわゆる、どこまで言うと、フォーマカードだし、まあ、a. U. だって、u. I. C. カード、まあ、ソフトバンクも。ええ、u. C. M. カード、u. I. M. カードって言い方してますけども、仮に落とし、まこの携帯を落としましたと。 落とし SIM カードヘッド抜いて海外の携帯電話に挿すと実は大概動いちゃったんです。<laughs> 勝手に使えちゃったりするわけですよ。はい、でもうバンバンもう向こうでローミングでバンバン使われちゃったりとか、なんか犯罪に使えたりすると大変なことになってしまうんで、これをまあ何とかしましょうって話。はいはい、で一応基本的には各社とも利用に関しては必要に使わないようには制限はかけてますけれども、はいはい、それ以上に大事なのはやっぱりその SIM カードを仮に落とした時に勝手に使われないようにする方法があります。PIN コードっていうか PIN、PIN コードって、うん、いう言い方をするとこれが設定できます。はい、端末の中であらかじめ設定ができるんで、はい、ぜひあの海外に行く人はやってください。はい、これ EU の これ SH-003 のを例にしてちょっとご紹介します,、ねすねはい、大体ほとんどの機種同じです、はい、まずメインのメニュー画面を出していただいてその中から設定という項目を選びます、はいうん、続いてこの設定メニューの中の、えー、とプライバシー制限ですねという項目を選びます でそれからその中にある「ピンコード設定」という項目がありますで、ねうん、ピンコード設定を選んでもらいます、はい、そうするとこれピンコード変更と入力用紙設定とあります、ねはい、基本的に出荷時にはですねこれはあのピンコード入力をなしになってますこれをまず用紙設定をのところを選んでもらって、うん、ピン1 そううするとこうちっちゃいバルーンで「入力不要」と出てきますけれどもこれを選んで入力必要に切り替えます,、うん、すここで「ピンコードを入力して入るほど」「何だよ」と「端末の暗証番号か」と「何だろう」「契約者のネットワーク暗証番号で、うん、わかんねえよ」って話なんですけどこれ実はピンコードをあらかじめ出荷時に決まってます。AU は 一二三四です。はい、ドコモはゼロ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 です。<う>ソフトバンクは九九九九です。ええー、じゃあここあ,、ね、あらかじめ設定されてるん、はいるので、ここで、えー、A、U、なのでこれ一二三四って入れます。はい、OK とします。そうするとピン n は入力必要に設定しました。うん、これでやってしまうとまあ入力必要になるんですけど、うん、これで、えー、一応設定は終わるんですが。うん このまままにしてしてうとですね、うん、なんかえこれなんかピンコード入力しなきゃいけないって思った時に向こう仮に SIM カードを拾いましたと、うん、悪い人がそこで向こうの携帯入れましたと、うん、なんかピンコード入力しなきゃいけないでその時に分かりやすいきっと1234とか000とか9999、うんうん、99とかそ、うんなんでやってみようってやってしまう可能性がで一発で取っちゃった可能性があるので。 でここでですね次にやらなきゃいけないことはここで一つ前のところにメニューを戻ります。そこのピン1コード変更とあります。うん、ピン1の方を選んでもらいます、うん、でここでピンコード入れます。今設定されているものは1234ですとで。OK とします。今度新しいピンコードを2箇所 入れますなんか自分で考えて何しますかねってあう桁ねじゃあ4桁ね」ってことでここは面倒くさいんで「こ1111」にしときますけどこんな簡単な番号じゃ駄目ですよなんか分かんない誕生日とか何でもいいんですけど変えてくださいから「1111」とかにしおきます OK をして下へ行ってここでまた選んで1111と入れて OK とします今度最後右上のとこに「登録」ってソフトキーの表示が登録ありますからここで「登録」ってしてもらいますそしたら「ピンチコードを変更しました」と「出ました」と。 でえ、OK、でこれでもう設定ができましたんで、うん、でこれで大丈夫ですとピン一コード設定して、はいえー、電源を切りましたじゃあ今度電源を入れますここでこういうふうに出ますこれ見てもらいますか、ね、ー本当だユーザー認証ピン一コードを入力させてあと3回入力可能でできますここでさっき設定したまあ1111 11と。 入力して、OK、と押す AUIC カードを読み込み込中ででこれで起動します今度この SIM カードを仮に抜いて他の端末まあ A の場合はまあちょっとあれですけど GSM の端末に挿せば動いちゃうんでどこもでもソフトバンクでも同じなんですけど同じようにしてこれで抜いて他の手形に挿しても必ず今みたいな自分の暗証番号ないとピンコードの入力画面を入れてくださいっていうのが出てきますんで,でそれを生かしておけばえまあ海外で仮に落としたとしても一回はまあブロックできますよね。 っていうのは分かりやすく言うと SIM カード。 のロックをかける端末の暗証番号のゼゼロロゼロゼロとかっていうのは端末の暗証番号ハードウェアの暗証番号ピンコードっていうのは簡単に言うと SIM カードの暗証番号だと思えばいい SIM カードの引っこ抜かれたとしても使われないそれはでも日本国内でもうまく使えますよねだ実は非常に重要です特にソフトバンクとドコモの方は僕は個人的には設定しておいた方がいいと思ってます普段持ち歩くこの番組見たらもうねちなみに次回から電源時に今みたいにこうやって入力を求める られるんですが3回入力できました回間違えたらどうなるかっていう話なんですけどこれはそれぞれ各社決まったやり方があります契約時にもらうその書類に書いてあるとかいろいろあるんですけどこれ全部しゃべっちゃうとネタバレになっちゃうんでこれは言いませんちゃんとホームページに書いてありますし書類にも必ず書いてありますし取扱説明書にも書いてあるんでここは読んでください。もし不安なんだったら各キャリアのショップ ドコモとかソフトバンクとか AU のショップに行って自分のピン解除番号は何番ですかピンコードはどうなってますかってお店の人にガイダンスしてもらいながら設定してもらった方がいいですでもしもし万が一間違えてもお店だったらば解除コードを一応調べることも多分できるはずなので それを見てもらうのが一番ベストかなと思います今もう大事ですね今すぐやることあも特にどこもソフトバンクの方本当にあの SIM カード抜かれたらそれでもうどこの端末に挿しても動いちゃうんで今やっといた方がいいねその分は大事だと思います英語の人はねまあ AI シーカード登録しない限り動かないんで海外行くときに設定すればいいと思いますけどもまね卒業旅行シーズンなので本でねしっかり情報を調べてもらうことも大事だけれどもピンコードの話も実はちゃんととりあえず説明書に書いてありますからぜひ読んでいただいて普段でも 使っていただけるとより安全に使えるのではないかなと思いますあとやっぱの空港でショップもあるからそ、ね、特にそ出発前にちゃんと聞いておくとね特に,特にドコモは各空港にカウンターが全部お姉さんやってくれるから全部お姉さんやってくれるのでぜひやっていただいて各地域別の,、ねうん、あのガイドブックも配ってますのでそういうのも見ていただいて使っていただけるといいかなと思います、うんうん、はい アルババーロお届けししまたがが付属品オプションなんですけどちゃんと卓上ホルダーありますねこんな感じで乗っていけてたりこんな感じでここ見えるのねみたいなところですねちゃんと端子はこの内側に入ったりするんで外に出っ張らないあたりとかこの辺は気使ってるんでよくよくできてるかなと思いやでも前回と同様にロングセラーでねそうですね継続して結構売るんじゃないかなと思ってます結構完成度は高いと思いますよね。 好きな方にはぜひあそこは楽しんで、うん、まあそうでない人もねいろいろもうちょっとあのゴルフ以外のネタもですね、ゆうさんいろいろ考えていただいて、か他にもあのお父さんの好きなものはたくさんございますんで、はい、えー、違う中チェンもぜひ考えていただけると思います。<laughs> はい、期待してます。はい。えー